神天草神々探検隊。毎週月曜日のこの時間にお送りしております神天草神々探検隊、熊本県神天草の情報を毎週ご紹介しております。神天草市は熊本県の西側に位置する天草諸島にある市です。車で行く場合は九州自動車道松葉瀬インターから天草方面へおよそ1時間、 JR 熊本駅からは JR 三隅線に乗り換えて三隅駅で降りてバスで15分ぐらいの場所にあります。今週かご紹介するテーマは天草四郎が仲間と酒を飲んだ伝説の場所、千貫山。バスツアーの締め切りは今週金曜日となっております。今週はそんなバスツアーで行くスポットをご紹介いたしましょう。そうなんですよ、今度の金曜日が締め切りですからね。2月22日パンクと行く神天草ミステリーバスツアー、その時に回るスポットの一つとして天草四郎が島原出陣の際に仲間を集めて酒を酌み交わした伝説の山があるんですね。でその山っていうのが千貫山っていう風に呼ばれているんですが、その千貫山について神天草観光ガイドの会山下玲子さんと電話がつながってます。もしもし。もしもし、こんにちは。あ、山下さんですか、よろしくお願いします。はい、ガイドの山下です、よろしくお願いします。この天草四郎が仲間と杯を交わしたっていう千貫山っていうのがあるということなんですが、どのあたりにあるんですか。はい、天草五橋を渡って、はい、天草方面に走っていきますと、松島有料道路の会津インターを過ぎて、はい、少し行ったところの右側に千貫山があります。へえ、この千貫山というのは別名があったそうですね。はい、伝説によりますと、はい、天草島原の乱の、総大将となった天草四郎時貞が、はい、島原出陣の旗揚げをする前祝いに仲間をこの風光明媚な山上に集めて、はい、酒樽の蓋を打ち抜いて杓子で酒 を組み交わして気勢を上げたということで、それ以来この山を手杓子山と呼ぶようになりました。あ、なるほどなるほど、はい、だから酒樽持って上がってで手杓じゃ手杓じゃっていうことで手杓子山。はい、そうですね。はい、ということは景色も綺麗なんでしょうね。はい、標高は162メートルの、千貫山の頂上からはですね、はい、天草五橋や美しい海とか天草の島々がパノラマのように見渡せます。へ、天気の良い時にはですね、雲仙や祖山も見えるんですよ。東の八代海とですね、西の有明海に囲まれたところです。すごい、はい、だからパッと見たらその左手側には雲仙が見えて右手側には祖山が見えるということですね。はい、そうなんです。素晴らしい。はい、でその手杓子山から千貫山っていう風に名前が変わったのはなぜなんですか。はい、昭和8年にですね、はい、国立公園調査員の方々がこの地に視察のために訪れた時に、奇岩が織りなす風景からですね、千の岩尾の山と書きまして千貫山と名付けられました、うん、ということは珍しい岩、奇岩とか、はいはい、面白い石、大きな岩とかですね。ああ、そういうのがあるんですね。はい、はい、で今は国立公園なんですよね。はい、そうです。名前がついた翌年の昭和9年に長崎県の島原市の、雲仙国立公園が指定されまして、昭和31年に天草地区が指定されて今では雲仙天草国立公園と呼ばれています。へー、で今日はね、こうやってラジオで、はいはい、いろいろ千貫山のことについてご説明いただいたんですが、はい、パンクと行く神天草ミステリーバスツアーでは、はい、この、山下さんが千貫山を実際にご案内していただけるんですよね。はい、そうです。私が天草の魅力をたっぷりご案内させていただきます。お願いします。はい、当日ですね、皆さんへのサプライズがありますので、神天草のおもてなしをお楽しみに。出ました、おもてなし、はい、ありがとうございます。当日よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、じゃあよろしくお願いします。天草四郎観光協会の方に、ガイドなんかも
頼めるということで、ガイド料はですね、はい、ガイド1人につき1時間まで、1000円ということだそうです、はい。電話番号は 0964-56-5602 0964-56-5602 番ということです。山下さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。お待ちしてます。そんなミステリースポットを回るかもしれないパンクと行く神山草ミステリーバスツアー募集中です。さあ、コーナーの最初からも言ってますけれども、今週の金曜日に神山草神々探検隊ミステリーバスツアー締め切り迫ってまいりました。まだまだ募集しています。たくさんのもうご応募いただいてるんですけれども、まだ今週金曜日まで募集しているので、改めて応募先をご案内いたします。お申し込みははがき、ファックス、メールで受け付けています。はがきの場合は郵便番号 810-8571 KBC ラジオ、ファックスは092-722-4242、 メールはすべてアルファベット小文字でかみかみアットマーク kbc.co.jp です。応募の締め切り今週の金曜日まで。行われるこのバスツアーは2月22日土曜日に、私たちパンクと一緒に神山草のミステリースポットを回ろうと思いますので、ご応募お待ちしてます。朝7時半ぐらいにここバスツアーで出発して、はい、で神山草いろいろ見た後帰ってくるのが大体7時半ぐらいと、はい、いうことになっておりますんでね、皆さんよろしくお願いします。お願いします。パオのホームページでは神山草神神探検隊で紹介した場所などがすぐにわかるという神山草マップ紹介しております。ぜひご覧ください。このコーナーは神山草市のホームページでも聞くことができます。毎週月曜日のこの時間は神山草市の魅力に迫ります。以上、神山草神々探検隊でした。